損保ジャパン日本コア栃木火災新証券金サービス課土子でございます。あ、土子さんですか。はい、お世話ですが。あ、どうもお世話になっております。お世話になっております。多分聞いてると思うんですけど、今回、裁判のあれが来週の9日ちょうど1週間後なんですが、はい、はい、でずっと、前にもその、損保ジャパンのフェイスブックにも書き込みしてましたと話はしてたと思うんですが、はい、先日から、ブロックかけられまして、はい、掲示板全部削除されてるらしいんですよ。はい、でそちら出向かせていただこうかと思ってて、で来週9日裁判の後、出向きたいと思うので大丈夫ですかね。先日もお話しさせていただきました通り、あのこちらにお出向きたていただいてもなかなか、それはそちらの意見ですよね。ところだと思うんですが、それはそちらの意見で、今回損害賠償一銭も払わないって話で、ね、そちらが訴訟を起こしたわけじゃないですか。まあ、当社がというわけではございませんけれども、はい、当社ってお宅の顧問弁護士が起こしたわけでしょ、債務存在確認訴訟。はい、で損保ジャパンも他の損保ジャパンの支店の弁護士まで債務存在確認訴訟を起こしてるって、うちの方に連絡が来てますよ。なんか連発してるみたいね。で今回ほらね、損害があってね、顧問弁護士も懲戒処分されたのに、はい、一銭も払わないっていう内容は見られてますよね。内容は、はい、消毒会様が起こされてる訴訟については、私はいただいておりますので、で債務存在確認訴訟の書面見て、結局一銭も払わないっていう話になってますよね。あ、そうです、はい、ですよね。はい、ということなんで、もうだって話が全然もう違っちゃってるんで、向こう側と。となればそちら出向かないと、もちろん宇後田さんの方にはこちら側の方から出向かせていただきますので、はい、その前に御社の方でも、御社の顧問弁護士が頭の悪そうな人ですねって威嚇暴言侮辱発言して懲戒処分されてるわけなんで、そちらに出向かせていただいて、そちらの土子さんも含めてね、はい、責任者がいるんですよね。ただ今回の件につきましては、私が責任を持って対応させていただいておりますので、私が言えられた時には私は対応させていただきたいと思うんですけども、ただだってあなたまた変わって、だって前の人片山さんでね、連絡もなしに変わっちゃうじゃないですかね。だってまた変わられちゃうと困るんで、責任者出しましょうよ、そろそろいい加減。今回私が責任を持って対応させていただいておりますので。じゃあ何が対応できるの。じゃあで本社に確認して、私のフェイスブックのアカウントから書き込みして、はい、結局損保ケアメッセージの方で16人亡くなってるじゃないですか。知ってますよね、食中毒で。詳細な人数までちょっと把握しておりませんけど、知ってほうがいいんじゃないの。でそれ隠蔽してたわけだよ。で後でバレそうになってから公開したんですからね、そちらが。それの通報に来たのうちの団体ですからね、被害者家族から。でマスコミから問い合わせが来て、うちから情報を流してるんですからね。分かってます、おたくら。それで今回、私の母を障害者の人いて、一銭も払わない、損害はありませんって言って、訴訟を起こしたわけなんで、責任者出しましょうよ。本当だったら東京行ってね、二宮さんでも誰でもお会いしたいぐらいなんで、まずそちらのほら、その課の責任者出してもらえます？匿名課長さんじゃなくて。その今回の事案については、聖徳様のところは私が担当し、責任を担当させていただいておりますので。だからもうそれじゃあ、もうだって、おたくらが一銭も関係ないって言って、頭の悪そうな人ですねって、顧問弁護士に言わせたわけでしょ。それで問題になってるわけじゃないですか。そしたら責任者出しなさいって話じゃないですか。で、御社の方が、成年後見になってない家族を相手にするな、弁護士立てさせろって言ったら、そちらですからね。それ誰が言ったか確認しました？確認しました？いや、確認しておりませんけれど。なんで確認しないですか？じゃあ言ったことでいいんですね。まあ似た言う子が言ったんで。御社で確認したって。
サンボジャパンの日本側から言われましたって言ったんで、今のうちに確認しといてくださいよ。そちら出向きますんで。で、その担当、合わせてください。面と向かって言ってみればいいじゃないですか。私のほら、青年後見に立ててからとか、弁護士立ててからと言ったわけなんで、新田裕子を通じて。その担当者、名前調べておいてください。だからそれがあれだったら責任者出してくださいよ。あの、ま、あの、今のお話については、あの、新田弁護士の方にちょっと こちらからもご連絡させていただいて、はい。あ、どうぞ、だって新田裕子も電話出ないんだもん。電話出れないらしいよ。どうすんの、あんな弁護士つけて、おたくら。損保ジャパン日本コアが。で、逃げちゃってんだよ。新田裕子。窓口だったのに。で、沢田裕二が出て、債務存在確認訴訟を起こしたんで、もう、電話対応しませんぐらいのこと言っちゃって、電話切っちゃってるんだから。そしたらそちら行くしかないじゃないですか。お宅の顧問弁護士なんですから。ね、お宅らが全部やらしてるんですから。ね、介護事業大手さんなんですから。きっちり対応しましょうよ。今回の問題。しこさんも介護知識あるんですよね、まさか。私と対応するって言うんだったら。ちくす、ちちこさん。はい。はい。介護知識あるんですよね。あの、特に、あの、介護知識が、こういう。じゃあ対応できないじゃないですか。え、何？介護知識必要ないの？何？今回の件、介護知識必要ないの？ないの？あるの？黙ってても仕事になんないでしょ、はい、あんた介護知識ないんでしょ。だって介護事業大手さんでしょ。知識ある人間いるんでしょ。グループ会社の中にはもちろん、はい、あ、じゃあその担当出してください。きっちり話させてもらいますから。介護知識もない。ね、弁護士であっても弁護書もわからない担当を顧問弁護士としてつけたわけなんで。だから問題起きてんでしょ。で、それが今回一切問題ありません。一銭も払えませんって言ってきたのがおたくらですからね。だったらそっちの出向くしかないじゃないですか。犯人も見つかってないですし、右往左の方は。あの、ウゴーダに行くときはきちんと警察に、警察通したからちゃんと行かせてもらいますんで、そちら、今、宇都宮新証券の方のそちら管轄、宇都宮中央警察署ですけど、もうそちらにはもう話してあります。損保ジャパンと、宇都宮中央法律事務所と、あと片岡、ああ、隆のところ。にはこれから出向かせていただきますんで、それの時もし通報された時はもううちの情報全部その来る警察の方に教えておいてもらっていいので、私の車のナンバーから全部個人情報教えておいてもらってもいいので、きちんと対応できるようにしておいてくださいってもう伝えてあるので。そういう状況になってます。あの、宇都宮、あの、中央警察署電話かけてもらっても分かるようになってますから。はい。うん、かけるならかけてください。もう行くっていうこと伝えてあるんで。で、告訴をしたことも伝えてあるので、私は刑法に触れるようなことはしないので、それは警察も分かってるんで、ただ呼ばれたら、もし通報されたら、あの、警察呼ばれたら行かなくちゃいけないんで、っていうか、それはわかりますと。ただその時には、またいちいち来た時に警察に、全部事情、また、介護事件事故の時から全部話するの大変なんで、もう、私の名前がもう伝えられた時には、損保ジャパンと、片岡と、あと、沢田裕二のところの問題に関してはもう全部情報を伝えといてくださいと。もうそれで言ってありますから。あとはおたくらが対応するだけです。
だからあなたが介護知識、法的知識がないんだったら他の人、責任者出してください。介護事業大手さんなんですから。ネットに損保ケアメッセージが16人亡くなりましたって営業職が言ってるのを聞いてないんですか？聞いてないの、土子さん。ネットというのは何、おたくら全然情報集めてないんだね。この前ブログ見ろって言ったよね。うちの会のブログ見ろって言ったよね。あれから見た？当社の損保ケアメッセージの記事が載ってるところは確認。うん、それで削除したんかい、そっちは。じゃあ、うちの会のブログ見なね。もう損保ケアメッセージの、営業担当が、営業担当か、電話担当が、16人亡くなってます、亡くなってますって、言っちゃってる動画が上がってるから。それで逃げ回ったって話にならないでしょ。他の介護施設で食中毒で死亡者出して、うちのあれは母親は障害者にして、追い込みかけて、沢田弁護士に頭の悪そうな人ですねって、威嚇暴言侮辱発言させてるんですよね、損保ジャパン日本コア。当社がそういった発言をさせてるということではないと思うんですけれども。だってお宅の顧問弁護士でしょ？違うの？当社の方で別にそういうことを言われてるってことじゃないですか。だって顧問弁護士なんでしょ？顧問弁護士なんですよね？顧問弁護士なんでしょ？違うの？顧問弁護士でありますけれども、その顧問弁護士なんだよね。そしたらその弁護士の問題っていうのは、じゃあその発言も含めてオタクの問題ってことじゃないですか。だからまあ言ったでしょ、使用者責任と監督責任って分かってます、オタクらって。ね、損保ジャパンも含めて他の保険会社が、ね、自分たちのやりたくない、汚いことって言ったら言葉悪いですけど、そういうことを全部、ね、弁護士にやらせて、泣き寝入りさせてるのはもう分かってるので、そのまんまうちにやっちゃったんじゃないですか、それを。で、弁護士が逃げ回ってんだからしょうがないじゃないですか。で、債務不存在確認訴訟なんて起こしてるんですから、もう裁判所とも話してますから、今回の件。なんか、もう懲戒処分されて、そっちの側が債務不存在確認訴訟を起こしてるみたいです。書記官笑ってました。だから、ブログ見なよ、きちんと。こちら情報地域、きちんと全国に流してんだから。うちの訴状まだそっちに届いてないよね。まだ届いてないと思います。うん、その内容もブログに書いたから、書面関係のあれは一通りもう裁判所に提出してあります。で、裁判所が来週の9日ですよね。9日までは送らないっていうことなんですよ。っていうのは、今回の債務存在確認訴訟とうちの提訴分、一緒に結局裁判所としてはまとめてやりたいというところで、それまで結局別々で訴状を送ってどうこうっていうと日付が変わってきちゃうので、来週の9日に関しては、御社側が訴訟を起こしてますけど、もう顔合わせ。単なる原告被告側で顔合わせで終わるそうです。で、その2回目から、うちの方が提訴した分の日付を、日取り一緒に合わせて、話を審議進めると、いうことになってます。ですから、うちのブログ見ないよ。全部情報流してんだから。損保ジャパンの問題まで。オタク担当なんでしょ？だからそれができないんだったら別の責任者出せないよ。そんなことも調べてないんだったら。御社がやってること全国に流してあげてるんだからさ。だからあなた一点
別にいいんだよ、あなたが担当するんだっていいけど、介護知識あるんかい。介護知識あるの？介護事業大手さんなんでしょ？じゃあ私が来週行くときまでに、その本社か何だか知りませんけど、本社のその介護を分かってる知識のある方、呼んどいてください。対応してもいいです。それちょっと聞かれると思います。だってあなたが対応できないんじゃ、じゃああなたの上出せって話じゃん。それか宇都宮のあの栃木支店の支店長さん。どういう仕組みになってるのか分かんないですけど、こちら1000万払えって言われて訴訟起こされてるわけですから、お宅の顧問弁護士が懲戒処分されてるのに、それでもあなた対応するの？介護知識なくて。寿司子さん、はい、あなたが対応するの？できるの？対応できるの？私が担当させていただきたいと思ってます。だから介護知識ないじゃん。じゃあ、茂木の森右往左城のサービス利用契約書読んだ？訴訟関係の資料等は、一通り読んでおります。うん、ということは、じゃあなんで2週間で出したの？ 2 週間の契約書出したの？あ、契約書じゃなくて、警告書出したの？え、訴訟読んでるって何？債務存在確認訴訟の訴訟読んでるってこと？あ、それとか、今までの調停ですね、関係の書類等は、読んでますということですね。だったら問題分かってんの？私はもう前から片山さんの時から、損保ジャパンとしてきちんとした担当者、表に出せって言ってるんですから。当たり前じゃないです、こんな弁護士立てたんですから。本社じゃ顧問弁護士じゃないって言ってるし。